ブランドン・ジョン・モローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、そのマグン・サンタローザ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴカブス参加所属、カリフォルニア州ロナートパークのランチョ固定と、高等学校在籍中の2001年に1型糖尿病を発症し、以後インスリンポンプを装着している。2003年の MLB ドラフト40巡目で、 アナハイムエンゼルスから指名を受けるが入団せずカリフォルニア大学バークレー校に進学。シアトルマリナーズ時代2006年の MLB ドラフト1巡目でシアトルマリナーズから指名を受けて入団する。この年は参加のマイナーリーグで8試合16投球回に登板した。2007年はメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加した。 本来はその後マイナーに戻される予定だったが、高頭を続けたことが評価され、開幕25人枠入りすることになった。4月3日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューを果たす。プロ入り2年目で、マイナーでも経験がないフルシーズンだったが、セットアッパーとして60試合63.1、投球回に登板、ヨシ950と請求に課題を残したものの、 投球回数を上回る66三振を奪い、防御率4.1218ホールドという成績を残した。ただ、フルシーズンでの活躍にもかかわらず、ファンには名前がまだ浸透していなかったようで、2008年1月に行われたファンとの交流イベントでは、ファンの一人に風ある言うと質問されている。2007年の活躍から、モローには、 将来の先発投手としての期待がかかるようになった。MLB のシーズン終了後には、スタミナ強化や、14日の登板間隔へ慣れることを目的に、ベネズエラトーキリーグリーがベネソラーナでベースボール、プロフェッショナルに参加し、7試合に先発登板している。しかしマリナーズは、同年12月にカルロスシルバを FA で、2008年2月にエリック・ベダードをトレードで、 それぞれ獲得し二人の先発投手を補強。これによって、フェリックス・ヘルナンデス、ジャロット・ウォッシュ・バーン、ミゲル・バティスタと合わせて5人で先発ローテーションが確定したため、モローは2008年もリリーフをすることになった。右肩痛でで遅れ4月17日にシーズン初登板を果たしたモローは、この年様々な役割を務めることになる。6月には、 クローザーの JJ プッツが故障で思うような成績を残せないまま戦線離脱したため、モローが代役を務めることに、同月11日にメジャー初セーブを記録すると、8月3日までに10セーブを挙げる。プッツが7月20日に復帰すると、今度はベダードの故障やシルバの不調に見舞われていた先発陣にモローが加わることになった。 モローは一旦マイナーに戻り先発としての経験を積むと約1ヶ月後にメジャー最昇格9月5日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初先発し8回にアウトまで相手打線を無安打に抑える高騰で勝利投手にその後さらに4試合に先発してシーズンを終えたトロントブルージェイズ時代2009年12月23日ブランドンリーグ ヨヘルミンチャベストの2対1のトレードにより、トロントブルージェイズへ移籍した。2010年は、ブルージェイズの先発の一角として期待されていたものの、請球難もあり4月の月間防御率は5.46、5月の月間防御率は6.52と不振に陥った。しかし、ホセモリーナとバッテリーを組んだ6月には調子を上げ、月間防御率1.91の好成績をマーク。 8月8日のタンパベレーズ戦では9回西までノーヒットピッチングを続けた。エヴァン・ロンゴリアにアンダを打たれてしまったためノーヒッターの達成はならなかったが17奪三振の完封勝利という文句なしの投球内容を収めた。9月には投球制限のために早めにシーズンを終える格好となったが10勝をマークした。防御率は4.49だったが フィップは3.16とエース級の数字を残しており、飛躍を予感させた。2011年は、自身初の200奪三振と規定投球回到達、2年連続で2桁勝利をマークした。しかし、大量失点する試合も目立ち、防御率は4.72と、前年より悪化した。ただし、フィップは3.64と投球内容自体は悪くなく、 リッキー・ロメロに次ぐ先発2番手の座を手に入れた。2012年1月24日に3年総額2000万ドルで契約を延長した。この年から、請球重視の投球スタイルを取り入れ、フォーシームの球速を平均93マイルパーワー程度に抑え、チェンジアップを投げる割合を増やした。その結果、脱参進率は低下したが長いイニングを投げることが可能になり、 三冠風を記録した。不審のリッキー・ロメロに代わるエースの地位を固めつつ、あったが、6月12日に左借金を痛めて約2ヶ月離脱し、登板数は21試合に終わった。2013年もシーズン初めから、先発ローテーションに名を連ねたが、開幕1 0試合の先発で、クオリティスタートを3回しか果たせないなど、5月終了時で、 防御率が5.00を上回る不調に見舞われた。6月1日、右前腕の故障により15日間の故障者リストに入った。その後シーズン終了まで故障者リストから外れることはなく、シーズン2さんでは遺跡後最小の10試合の当番に終わった。2014年も先発ローテーションに入ったが、5月3日に右手人差し指の検証を損傷し、60日間の 故障者リストに入った。9月2日に故障者リストから外れ復帰したものの、以降は、先発に戻ることはなく、リリーフ当番のみであった。オフの11月1日に、球団から契約オプションが行使されず、FA となった。2014年12月16日にサンディエゴパドレスと1年250万ドルの契約を結んだ。二千十五年は、先発後試合の当番のみに止まったが、 二勝零敗、防御率2.76と悪くはなかった。11月2日に FA となったが、12月14日にマイナー契約でパドレスと再契約した。2016年はルーキーリーグからトリプル A 級までの4つの階級全てに所属し、合計20試合に登板した後、8月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーでは、 新人時代の2007年以来9年ぶりにリリーフ専門となり18試合に登板して防御率1.69と高成績を残したがホイップは1.375と絶対的な安定感があるとは言えなかったオフの11月3日に FA となった2017年1月26日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加のトリプル a 級オクラホマシティドジャースで迎え、リリーフとして20試合に登板して、防御率7.20と調子は上がらなかったものの、5月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年も前年に続き、リリーフ専門で45試合に登板して6勝0。はい。 10ホールド、2セーブ、防御率2.06、50奪三振、ホイップ0.916、基本類打0の好成績を残した。ポストシーズン初登板を果たし、ワールドシリーズ第5戦で1点リードの場面で4、失点を許した試合を除けばおおむね高騰した。ワールドシリーズで全7試合に登板するなど、ポストシーズンで年間14試合登板は1997年の、 オールアッセンマッカーと並び歴代1位の記録となった。オフの11月2日に FA となった。2017年12月12日にシカゴカブスと2年1800万ドルで契約を結んだ。2019年オフの11月4日に FA となったが12月14日にマイナー契約で再契約した。以前は常時90マイルパーアワー台半ばを掲示する。 速球とスライダーの2球種で、投球の約8割を占めていた。2012年からは、チェンジアップを投げる割合を増やしている。他にカーブも投げる。かつては、スプリッターも投げていたを交える。速球は、綺麗なバックスピンがかかった、本当に、まっすぐな球筋の4シームで、最高球速は100マイルパーアワーに達し、マリナーズ時代のチームメイトの控え保守である、JB バークによれば、 初速と終速の差が小さいから、ボールが浮き上がるように見える。かなり嫌な動きだという。ただ、同じくチームメイトの保守、城島健ジは、彼は、スライダーとスプリットも投げるけど、今は、ホシームとの差がありすぎる。フォーシームが良すぎるんだよね。だから、フォーシームのレベルが落ちて、スライダーやスプリットと変わらなくなったら、実は3つの球種、すべてが通用するようになると、 長所が逆に短所にもなっていると指摘した。2011年からワカッターをレパートリーに加えている。2010年は、球場と保守によって成績に著しい差が見られた。ブルージェイズの本拠地、ロジャースセンターでは8勝1敗、防御率2.83だったのに対し、敵地では2勝6敗、防御率6.72に終わった。また、 ジョンバックとのバッテリーでは7試合31.2イニングで防御率8.81と乱調だったが、ホセ・モリーナとのバッテリーでは19試合114.2回で防御率3.30と安定していた。このため、6月以降はもっぱら、モリーナとバッテリーを組むことになった。ありがとうございます。